株式会社移試験は、東京都豊島区南大塚に本社を置く、写真食事機、専用組版システムの製造、開発、書体の制作及びその文字版、専用フォント製品を販売する企業である。保守製薬を退職して、写真食事機の実用化を目指していた、石井も吉と、 森沢忍が二代目の試作機を完成させた1926年11月3日、石井の自宅を所在地に設立した写真食事機研究所を由来とする。1929年には最初の実用機の販売を開始。戦後1948年に一時的に復帰していた森沢が写試験を再度離れ、新たに 写真食事器制作株式会社を設立した後も、高度成長期の印刷需要求心に伴う、写真食事の急速な普及の波に乗り、先進的な写真食事機と高品位の書体が評価、されて、写真食事のトップメーカーに成長した。九百六十三年の石井も吉没後、半世紀以上にわたって、社長として君臨した三女の石井祐子の、 ワンマン経営のもと、社食前世紀の1980年代半ばには、関東で8割、関西で6割の初代占有率を誇り、当時の価格で、主導車食機が1台1000万円、電産車食機が1台数千万円から1億円、あまりと、同業他社に比べてもあ高で、さらに組半から出力までの専用機器一式を、販売するごとに億単位の売り上げを確実に得られる。 自社機器の販売で、年商は300億円を超え、従業員は1200人を超える大手企業となった。しかし1990年代、社職にない操作性の良さと低コストで広く普及したマッキントッシュによる DTP には背を向け、印字一文字ごとにユーザーから使用量を徴収でき、高額な自社製機器販売による売り上げが見込める。 自社固有の電産社食システムに固執したため業績は急激に悪化。過去の利益を蓄えた数百億円に上る多額の内部留保金を温存したまま2003年以降大きく事業規模を縮小した。活字時代の元屋出身で1963年から30年余りに 渡り文字制作責任者として、宇都市県の数々の書体の制作や監修を手掛け、後活字メーカーを母体とする、岩田エンジニアリングで、現場指導にあたり、同社を国内有数のデジタルフォントベンダーの一社に、育てた、書体設計士、橋本和夫のほか、宇都市県を代表する装飾書体、スーボウミ、後に、自由工房社長として、平木の民調体などを送り出した。 鈴木つとむや、今田金一小林明など、現代のデジタルフォント環境に貢献する著名な、書体デザイナーを輩出したことでも知られる。長く活字組版の効率性を超えることができず、主に刃物用として扱われた、手動写食器の欠点を、コンピュータで補うことで、本文組を活字から奪うことを目指した、写真食事器、電算写食は、 高額な設備投資がユーザーに可能であった高度経済成長の追い風の元写し県のサプタンシステムが牽引する形で大手の新聞社や出版社、印刷会社を顧客の中心として1970年代から普及が本格化。社食は登場から半世紀を経てようやく組版の主役となったが地方の印刷会社では 経営規模に比べ負担があまりにも過大なため、1971年の長野県を皮切りに、複数社が共同で資金を出し合って、電産社食システムを共有する、電産社食共同組合が設立されるほど、多額の費用を社食機メーカーに支払う必要があった。1980年代、米国のベンチャー企業、アドビシステムズは、 パーソナルコンピュータで日本語組版を行う DTP 環境構築に不可欠な日本語、ポストスクリプトフォントの制作を目指していた。アドビは1986年、国内トップメーカーであった写し験に提携を持ちかけたが、絶頂期にあった写し験はこれを拒否。最終的にアドビは、業界任意の森沢と提携し、1989年、 森沢のリューミンエルキロリットル及び中古シック BBB をポストスクリプトフォント化して搭載したプリンターレーザーライター 2NTXJ がアップルコンピュータジャパンから発売された。これは1990年代以降の急速な日本語 DTP 普及の短所となった。一方、 その頃の写し験は電電公社ミニ A 化に伴う電話回線のデータ通信端末機器解放を受け、1987年以降、各出力装置を電話回線で写し験のサーバーと結び、印字一文字ごとにフォントレンタル料を徴収する重量課金制を導入。この課金徴収システムの整備と高額な電算車食器の製造販売で、1991年には、 年間売上が過去最高の350億円に達した。しかしバブル崩壊の中、関連機器を含めた一式の導入に安くても、数千万円から億単位の投資が避けられない、電算車職に比べ、圧倒的に低コストで設備を整えることができ、機器操作専門のオペレーターを介することなく、デザイナー自身の手による効率的な作業が可能で、 フォントを買い切るためランニングコストも低いという数々の利点を持つ DTP はその標準プラットフォームとなった Apple 製パーソナルコンピュータマッキントッシュとともに急速に普及し写し験の業績は柴叩く間に悪化した写し験はフォントレンタル量徴収に加え組版データを PDF 出力する新機能にも重量性の 高額な使用量を課すなどして売上維持を図ったが、ユーザーの社食離れとマッキントッシュへの移行の流れは、とどまるところを知らず、1998年には、売上175億円の写試験に対し、ポストスクリプトフォント事業に注力する森沢が売上187億円となり、森沢が、年賞ベースで、写試験を抜いた。初代制作部門の混乱この間、 1989年には、鈴木つとむや小林明など、文字開発部の主力デザイナーが一斉に退社し、その後も1990年代末にかけて、デザイナーの退社が相次いだ。創業者、石井も吉の三女で1963年からワンマン経営を続けていた社長の石井優子自身は、没するまで、 初帯制作には一度も携わったことはなかったが、文字開発のデジタル化に伴いワークステーション上での現時修正作業を可能にしたいとする文字開発部の要望を拒否し、デジタル化した現時データを再度アナログ出力、死守作業で修正する従来の工程原種を命じた。創業70周年の1995年に向けて、 開発中だった本ンゴシックファミリーは、石井の要求で、デザインコンセプトの大変更を余儀なくされたことも、重なり、70周年には間に合わなかった。石井はまた、この時期に提案された写し県初代の、自社システム以外での使用開放案も却下した。写し県は2000年、電算車食システム専用の新書体として本ンゴシックファミリーを、 当初の予定から5年遅れで発表したが、結果としてこれが、写し県最後の新書体となった。売上は、対前年比で、毎年約10から30%の落ち込みが続いた、ため、2003年に、早期退職募集を行った結果、組版システム開発にあたるソフト開発部門は56人から3人、製品販売を手掛ける営業部門は46人から1人に、 それぞれ激減し、事業体制は零細、小企業並みの規模に転落した。2006年の売上は、機械販売5500万円、機械付属品、販売1億4800万円、売上全体の7割を占めるフォントレンタル収入も9億1700万円に、とどまり、年商規模は1990年代末のおよそ10分の1となったが、宇つし県の本来の事業とは、 無関係のアルバイト程度の内職仕事を、社外から集め、職場で、従業員に、従事させながらも、企業として目立った、事業展開は行わないまま、最盛期に蓄えた400億円を超す、内部留保だけは取り崩さず堅持するというような、経営を続けた。2007年7月時点の従業員数は109人で、内工場所属は40人、地方営業所所属は9人と、 最盛期の10分の1以下となり、間もなく100人を割り込んだ。高齢化も進み、同年5月現在で、従業員全体の7割以上が50歳以上であった。以後、パーソナルコンピュータによる、各種出力が一般化し、機器老朽化や、社食用因果子の供給終了などによる、既存社食器との置き換えが進んだことで、一般商業印刷。 放送業界におけるテレビ番組のテロップ、隠し屋外掲示物などで広く使われてきた、写し試験所体のほとんどは姿を消した。2018年、半世紀以上にわたり代表取締役社長の座を、占めた、石井裕子が在任のまま92歳で死去した。公認社長には、資産管理を行っている顧問税理士で、取締役の南村いまが就任し、 閉鎖状態となっていた旧工場などの有給地処分を直ちに開始した。同年には旧川越工場の施設を解体して鶴ヶ島市内の所有地と合わせて住友商事に売却し、同社運営の物流施設笹原川越が進出。2020年には旧埼玉工場も移し県が発注者となって解体工事を開始した。跡地は 食品スーパーのヤオコへ賃貸され、2021年10月にヤオコが管理、運営する商業施設ザ・マーケットプレイス和工となっている。2020年8月には南村に加え、前年7月に取締役に加わったばかりの笠原義隆が代表権を取得し社長に就任した。移し県は2011年7月東京ビッグサイトで開かれた。 第15回国際電子出版エキスポ2011に出展。従来の方針を大きく転換し、オープンタイプ化した写し券フォントを年内をめどにリリースすると、石井祐子社長名で発表した。写し券はこの時点でオープンタイプ化作業は終了しているとして、会場ではどの書体からリリースするべきかのアンケートを行うとともに、印刷業界における プロユースを念頭に、Adobe InDesign CS5 上での組みはや iPad での電子書籍閲覧などで、写し兼フォントを用いるデモンストレーションを行い、大きく注目された。価格は未定で、電算社食器用デジタルアウトラインフォントで存在する全書体を予定していた。しかしオープンタイプ化の元データとなった C フォントや多書ニムフォントは、1980年代初頭の 古い技術と設計水準で制作されたもので、各社の現行デジタルフォントに比べ、現時に対するアウトラインの精度が低かったため、写し験は1文字ずつデータを修正する作業に着手せざるを得なくなり、2011年末を過ぎても、販売時期未定の状態が続いた。さらに、社食時代の既存文字だけでは、Adobe Japan 1の3相当にしかならない問題があり、写し券が、 印刷業界の自社ユーザーに聞き取りを行ったところ、Adobe Japan 1の4以上を標準とする現代の商業印刷では、業務用に用いるには難しいとの指摘がなされた。印刷業界が求める R 字1から4以上にするには、社職時代にはなかった不足分の文字を各書体ごとに新しくデザインをする作業が避けられない。一方、写し券から、 初体開発のデザイナーたちが去って、すでに10年余りの年月が経過しており、結局2016年頃を最後に、写し験フォントを提供しようとする動きは、一旦途絶えた。2021年1月18日、森沢は、写し験社長、笠原義孝及び、森沢社長、森沢明彦の双方のコメントとともに、両者共同事業として、 つし験所帯のオープンタイプフォント開発を進めることに合意したと発表した。主導者食器試作1号機開発中の1924年に、石井も吉と森沢忍が行った、法事者食器特許申請100周年にあたる2024年から順次提供するとしている。写し券は1990年代初頭に一時自社ドメイン、社、兼、CO、JP、 を取得したものの、更新手続きを行わず1993年に、日本ネットワークインフォメーションセンターによって削除された。その後21世紀に入っても長く公式サイトが、存在しない状態が続いていたが、石井祐子没後の2019年7月19日に、社、兼 CO、JP を再取得。同ドメインによる、 自社公式サイトを2021年3月8日に初めて開設し、同年5月26日には過去に発表した自社書体や歴史を紹介する写し券アーカイブを公開した。1998年、写し券は所得隠しと粉飾決算の疑いで国税庁の査察を受け、社内の地下金庫で同庁の査察史上全員例のない、 現金約85億円と割引金融債約25億円が一度に見つかったことが1999年1月に明らかになった。宇都市県は高額な電産車食器の販売が急進していた1975年頃から1988年にかけて自社の取引のほとんどを現金や小切手で行っていたことを利用し営業部門の売上から取り除いた現金を 毎年10億円前後、経理担当幹部が、地下倉庫の金庫に運び込み、裏金として蓄財していた。さらに急速な業績悪化が始まった1992年からは、赤字決算を避けようと、裏金を、年間後、6億円程度経理に戻し、高いもので一式の価格が1億5000万円の、印刷機器などを販売したことを装い、架空の利益を計上して、 決算を粉飾していた。発覚時点で脱税に関しては、時効が成立していたため、国税庁は発見された、現金等を会社資産として繰り入れる、よう指導するとともに、割引金融債の時効内の利息分に対してのみ、追徴処分を取った。写し験は、美しい組版のために文字と組版機器。 ソフトウェアを切り離すことはできないと歌い、両者を抱き合わせた携帯でしか販売しなかった。SK 型スピカ型パボ型 J シリーズ中級機種。K シリーズ多機能上位機種。B シリーズビジネスフォーム用。U シリーズ新聞組版用。サプタンシリーズサプトロンシリーズ高解像度の CRT 上に文字を出力して、完全に録音する方式で、印字高速化。 サプルズシリーズアウトラインフォントを搭載し、レーザーで完全に録音する方式で文字画像を一括出力するイメージタイプセッター。セーバーとシリーズサプネット N をベースにほぼイジーウィッグを実現したレイアウトターミナルで出力機として構成用、プリンターサゴムズシリーズやイメージタイプセッターサプルズシリーズが別に必要。 インバシ出力に近いイメージを画面に表示することができた。ページもの向きとされたセーバート S とセーバート P、刃物を主に扱う単ページ用のセーバート H があった。サンプレスシリーズシンズ放送用電子テロップ、創出装置。写試験は自社製品対応書体のほとんどを社内で設計、開発した。活字に比べ社食文字盤は1書体あたりの 専有面積が少なく、実数が多い日本語でも多くの書体を扱うことが可能となったため、同社では積極的に新書体を開発した。1969年には、賞金100万円の石衣装、創作タイプフェイスコンテストを設けて開発を奨励。ゴナやスーボ、ナール、ボカッシーなど、ユニークかつ完成度の高いデザイン書体が多く発表された。 物試験の主な和文書体の発表年は次の通りである。書体名は2001年時点の故障。当初、本覧苗朝 L は、本覧再苗朝ファミリー展開前は、ごなゆうは、ごな、はじめきょらんなどは、ウェイト表示のないものとしてリリースされた。ありがとうございます。